26日ですね、12月18日、衛生省国民の安全確保に尽力、新政策、国境にて、保障措置。なんか、あれじゃない？注射打つみたいな感じじゃない？国境で注射を打ってそれで OK にするみたいな、そういう流れじゃない？きっと。さあ、来い。エリザがこれね。検査官へ次ぐ伝染病の危険性は計り知れない新たな規定を制定する。すべての入国者は、ポリオワクチンが有効であるワクチン接種証明書を、厳しいね。全自国民、全外国人、全外交官、亡命希望者の義務とする。ああね。この証明書を持った合衆連邦国民は入国が許可される。アルタン地区からは引き続きパスポートを押収せよ。オッケー。任せて。はい、じゃあ最初の方どうぞ。違うよね。ワクチン証明書ね。これ大丈夫ってことか。めっちゃ見る。12週間、合ってるね。で、ショートヘアの167センチ54キロ、12月30日。これも大丈夫。で、ワクチン、これ名前を確認、 ID も確認、接種さやってるから大丈夫だね。ポリオの接種してるからね。で、12月30日、うん、大丈夫そうかな。インポールの配管ですね。よし、きっと大丈夫でしょう。よいしょ。はいはいはい、オッケー。次の方どうぞ。書類がいっぱいになるからさ、手際よくしないとほんとダメだよね。ワクチン、ポリオ大丈夫ですね。名前は大丈夫。ID も大丈夫。ポリオやってるから大丈夫。で、太り気味。ちょっと失礼だけども、本当ですか？大丈夫ですか？大丈夫。181センチの75キロ大丈夫だね。で、よいしょ。これが大丈夫の ID も大丈夫。12月30日大丈夫。観光ですね。大丈夫ですね。で、あっと、でもワクチンができてるから、この人は入ってきても大丈夫。ポリオやってるもんね。この人はでも大丈夫な方だ。はい。ワクチンやってるから入ってきて大丈夫ですよ。次の方どうぞ。この顔は全然110番ではないですね。ワクチン、いやでもだってワクチン。手は尽くした。でも政府は私を国から出してくれない。ちょっとね、友情をちょっと信じよっか。私は友情を信じるよ。これ持ってかないの？これ持ってかないの？これ。これくれんの？私。あ、ね。うん。私が怒られるんだ、今日ね。はい。分かってるから。はい、大丈夫。はい、次ね。あれ、ワクチンないですよ、あなた。まだワクチンないよ、ちょっと。ねえ。この国はね、ワクチンやんないとね、いけないんですよ。出してください。全くわからん。ダメだわ。ワクチンない人はね、通せません。うちの国はね、ワクチンない人は絶対通しちゃいけないっていう、そういうのあるんでね、ダメですよ。はい。ワクチンをしっかりね、接種してきてください。はい、次の方どうぞ。よく見る顔ですね。ワクチンありますね。パスポート。亡命ね。オッケー。名前は合ってる。ID は合ってますね。大丈夫だね。コレチアの西グレスティンから来て、亡命許可証ですね。名前が合ってる。期限も合ってる。期限合ってる？期限これ昨日じゃん。あ、全然違ったわ。関連、これ誕生日か。162センチの160、多分合ってるよね。51キロ。大丈夫そうかな、これは。これチアだし、大丈夫だよね。よし、じゃあ次。あ、なんか指紋って書いてあるな、これ。指紋ください。そう、亡命のやつは指紋欲しいのか。はいはいはい。これとこれ。合ってますね。大丈夫だね。大丈夫。きっと大丈夫。はいはい。よ。はい、次の方どうぞ。指名手配になってないですね。名前が大丈夫。ID も大丈夫。ポリをやってる。期限も大丈夫。薄毛大丈夫。170の声も大丈夫。期限も合ってる。大丈夫。3ヶ月間の観光ですね。これは大丈夫かな？オブリスタンの、ローンダズ。大丈夫だね。OK でしょう。名前は合ってますね。ID も合ってますね。アルタンだ。久しぶりアルタン。アルタンはダメなんだよね。これは、はい、データ一致してますね。誕生日も一致してます。173センチの53キロですね。ただパスポートは押収します。で、OK 出して、はい、入って OK ですよ。よいしょ。まだ知らないの？その辺もしっかり見なさい、ちゃんと。ねえ。さあ次の方どうぞ。違うか。じゃ、若干この髪型がこれね、似てたからね。違うよね。違うね。まずワクチン。ちょ。めっちゃ撃ってる。ちょ。めっちゃ来る。せっかく通したのに、撃たれた。マジで？うわー。マジかー。悲しい。計画的な国境突破事件。グレスティン国境問題未だ残る。生きてるかな？あ、誰もいなかった。いや、上から来る。緑は？これだけ残ったんだけど。死んだかは決まってない。
そうだね。業務の効率化を図るために入国許可書及び身分証明補足書は1枚の。おお、素晴らしい。外国人は今後入境許可証が必要となる。昨日の組織的収益を受け緊急会談が開かれる。本日国境付近の問題に関する討議のため、コレチアから重要な外交官が到着する。アルタン地区からは OK。この顔、悪い顔だった気がする。前見たとき。名前は大丈夫。ID は大丈夫。期限も大丈夫。オクトパリス地区。オクトパリス地区。ん？これ、う？点々ある？あるね。はーい。これは大丈夫そうだね。言うて。言うてきっと大丈夫。はい、オッケーです。次の方どうぞ。アルトツカに栄光あれ。久しぶりに行った気がする。ジョージっぽい顔してる。あのジョージじゃなくて全然違うんだけどさ。ジョージっていう顔してそう。入居許可証。私の妹は、姉は先週違う書類で通れた。やかましい。名前が、はい、大丈夫。ID も大丈夫。ただ、合衆連邦だね。合衆連邦だけもポリオをしてるから、きっと大丈夫だよね。名前とかは合ってる？名前合ってる。これも合ってる。大丈夫だね。で、観光3ヶ月。12週間3ヶ月だね。168センチ。若干でかく見えるけども、髪の毛だよね。大丈夫。83キロ。立派なもみあげ。うん、間違いないね。で、期限も大丈夫。これも大丈夫かな？場所は？コリスタシティね。よ、よ。うん、大丈夫そうだね。よし、オッケー。あなたはきっと大丈夫です。許可証のマークとか、こんなん見なくていいよね、多分ね。よいしょ。はい、次のカードどうぞ。一個のやつで見えるのはすごい楽でいいね。お、お久しぶり。この前、私、なんかやったっけ？政府はコレチアの要求に屈し、グレスティンが奪われる。マジか。交渉を阻止せねばならぬコレチアの外交官を入国させよ。あ、いいんだ。ただし、パスポートを押収せよ。エジック工作員が彼に何かもある。なるほどね。コレチアの外交官のパスポートを押収して、エジック。どうしよう。どっちの味方するのが正解なのかな。これ悩むね。さあ、太ってますね。まあ、ちょっと待って、大丈夫か？とりあえずワクチン。よいしょ。女って書いてありますね、あなた。あなた女性ですか？なかなかなチャレンジャーですね。ごめんね、ちょっと、確認だけでも。ジャンって書いてあるけどね。マルコジャンって書いてあるけどね。絶対男じゃないの？はい、大丈夫ですね。一致はします。あら。あら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 。あらあらあらですね、これね。女じゃないですね。高速ですか？高速ですね。OK ですね。いや、楽でいい。さあ、次の方どうぞ。はい、次は？この顔は大丈夫ですね。110番じゃないですね。まずは、名前は合ってます。ID も合ってます。期限も合ってます。顔が若干違う気がするけど大丈夫ですね。名前が合ってます。182センチの76キロ。あ、76キロ合ってるね。ただ、アルタン地区なのでパスポートは押収しますね。はい、オッケー。入ってください。さあ、モヒカンですね。パスポート。名前は合ってますね。ID も合ってますね。はい。で、こっちが171センチの71キロ大丈夫。モヒカンね。1月16日大丈夫。名前は、入居許可証っていうのはさ、労働許可証、あるわ、ここに。労働許可証もここにあるもんで。あ、ダメだ。期限が消えてるね。最初これ見ればよかったね。はい、期限消えてまーす。よいしょ、2更新します。そういう問題じゃないんですね。はーい。はい、帰ってください。次の方どうぞ。さあ、イケメンの顔ですね、また。よいしょ、まずは、これで、これチア。名前は合ってますね。ID も合ってますね。これはもう、ワクチンは大丈夫。これは？あ、これチア！あー！はい、はい、はい、あなたですか。あなたですね。なるほど。ちょっとね、今回はね、やるわ。今回はね、ちょっと、殺されんの怖いからね、ちゃんとやります。押収されましたよ。うん、そっか。ちょっとね、ごめんね。野蛮人め。これ怒られるかな、これ。あ、怒られるか、さすがに。そうは言ってもね、ちょっと、私もね、命の危険があるからね。アルストツカですね。名前は合ってますね。ID は合ってますね。名前は合ってますね。ポリオやってるし、188センチの90キロですね。大丈夫。東グレスティンはうちにある。多分大丈夫かな。アルタン地国でもない。ファーデストはある？ファーデスト。ファーデスト、あるね。大丈夫だね。きっと大丈夫でしょう。よいしょ、よいしょ、よいしょ、これ欲しい、これ。あ、いらないか。これなんかさ、呪われそうで怖いんだけども、あなたが撃たなかったせいでみたいな、そんなこと言われても困るしね。奴が入国するのを見た。パスポートですか？どうぞ。はい、私は何も悪いことしてない。うん。俺と奴は瓜二つだ。あ、確かに似てる。髭をそればいい。似てる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 。帰って早く、ちょっと時間ないから。うん、うん、うん、ああ。なんか怖いな、なんかちょっと待って、ここまでやったけどさ、そこまではできないぞ。これか。これないとダメ。え？許可証必要。あれ？ある？許可証必要。あ、外国人じゃない？もしかして。これ違うだよね。あれ？さっきの人が入ったから大丈夫って話か。なるほどね。
まあいいや。そう、アルツトツカのためだからね、私はね。アルツトツカという国のためにね、エイジックと一緒に私は動いてるわけですよ。これは怒られるのはおかしい気がする、私。ね。さあ、これさ、これ違う？似てるけど。あ、違うか。ごめんなさいね。観光14日間。大丈夫そうだね。これ分かりにくいな。あ、もう時間ないからちゃんとやろう。いや、もうこれいけるな、多分。これいける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 。行ってしまえ。ちょっと待って。行ってしまえ。よいしょ。間に合え。間に合え。間に合え。次のからどうぞ。いける。さあ、よし。あ、ダメだった。ワクチン証明書なかったか。もう分かりやすいところになかったね。まあ、いや、罰金ないから、これね。名前が合ってますね。ID も合ってますね。ID 合ってますね。永住ですね。176センチの84キロ。直毛単発合ってますね。ID もこの辺大丈夫かな。インポールですね。大丈夫ですね。ワクチン接種も大丈夫。他になんか欲しいものないよね、多分。入居許可証があるから大丈夫。ツンケイド。インポールのツンケイド。ツンケイドも合ってますね。これはいけるでしょう。さすがに3連続は来ないでしょう。よいしょ。ワクチンね、接種してないと入れちゃったから、ウイルスやばい。これ蔓延しちゃうね。病気の息子が薬を必要としてる。小包みが届いた。お、報酬。少ないんだよな。結構私、ギリギリのところついてるから、もうちょっとね。ていうか、なんでこんな私たちお金、結構ご飯食べなかったっけ？気のせいか。まあいいや。眠りましょう。さあ28日も、あと2日3日ぐらいかな、多分。はい、行きましょう、次。